なんだこのでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。やめろ、サマンじゃねえ。しわーす。いやごめんよ、ナンバさん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、会ったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだて。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねえでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に任されてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。吹かしてんじゃねえぞ。ビビってんのか。よし、行くぞ。やってやるよ。逃げるなら今だ。来てみろ。俺の番ね。なめんなよ、なめんなよ、なめんなよ。やってやるぞ。おっと、うん、俺の番見せてやるよ。とっておきだ。ガンガンいっちゃうぜ。見てろよ。ほらやるぜ。見せてやるよ。逃げるのは今のうちだ。よし来た。やんのか。おい